思い出の罪プラレ優秀。機動戦艦なでしこ。暁カスタム、エステバリス。西暦2195年、人類は、月や火星へ進出して生活圏を拡大しておりました。そんなある日、突如、木星から正体不明の敵が来襲。瞬く間に火星から月まで制圧されて、地球連合軍は、地球の防衛に専念することになったとさ。それから1年、民間企業のネルガル重工は、独自開発した宇宙戦艦なでしこによる、制圧された火星の奪還計画、スケパレリプロジェクトを立案。能力優先で集められたクルーは、星のルリー枠バカバッカ。毎回ドッタンバッタン大騒ぎしながらも、隠されていた真実が露見して、物語は急展開を迎えるのであった。機動戦艦なでしことは、1996年から全26話が放送された SF ロボットアニメなのでおます。アニメファンがのたまうところの、90年代を代表するアニメの一つで、SF にラブコメ、70年代のロボットアニメノリなど、制作スタッフが悪乗りした恩恵により、多彩な要素を満載しているのが特徴。故に、放送から20年以上が経過した現在でも、当時を体験した多くのアニメファンに称えられている傑作アニメなのでございます。そうだ、その通り。なんというか本中か、同時期に放送された、新世紀エヴァンゲリオンの影に隠れて地味な印象もあるのだけれど、コミックが共に月刊少年エースに連載されるなど共通点も多く、いろいろと比べられてた門左衛門。当時は、ロボットアニメと言われる一方、ハーレムアニメやギャルゲーアニメとか呼ばれていたのも周知の通り。主人公である天川明人に声を当てているのが、ときめきメモリアルでもおなじみ、上田裕二さんだったことも理由としてはあったかもしれん、かもしれん。当然ながら、当時流行りのギャルゲーに登場するようなヒロインが活躍するのだけども、さすがに、四半世紀くらい前の作品だけに、昨今のヒロインほど垢抜けてない印象なのが悲しいね。これは、個々の魅力が劣っているという意味ではなく、昨今のアニメほど、女性ヒロインのエロ要素に頼っている仕様ではないということなのだよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。暁流れは、大号時代こと、山田次郎がおっちんだ後、その後釜の、補充パイロットとして登場するエステバリスのパイロットなんどすえ。だが、しかーし、その正体は、正体を隠してなでしこに潜り込んだネルガル重工の会長だったのですよ。まあ素敵。この事実は、一部の人物にはバレバレであった上、正体を隠せていない重要人物というのも、ある意味、お約束であったのは確かで、当時の処刑も、なるへそなるへそ、そうきたかねと考えしきり。例を挙げれば、機動戦士ゼータガンダムに登場する、クワトロバジーナみたいな感じやね。それは、どうかな？さらには、暁という、ある意味お約束のネーミング。特殊な立ち位置のキャラであることが、初登場時に明白だったのは間違いねえ。古今東西、オタクと呼ばれる人種ならば、ネーミングに際してついつい使ってしまうワードがございやす。例を挙げれば、ゼロ、ヤマト、カイ、そして暁。昨今はナルトに登場する暁の影響力が半端ないものの、夜明けを意味するワードは、本来、物語のキーパーソンに使用するワードだったと思う今日この頃。暁流れの場合も当然しかり。軽い性格のイケメンで、かつ、頭の回転も早い上、パイロットとしての実力も確かとくれば、主人公である、天川明人のライバルキャラに決まってらーね。アニメ本編では、かなり現実的な思考を持っているため、青臭い言動が多い明人とはたびたび衝突するものの、共に戦ううちに和解するのでありやした。しかし、ネルガルの本当の目的が露見した後、決別するパティーン。とにもかくにも、本編ではね、彼の語った辛口の名言や世前ごとの類は数多く、その内容もあってか、真の主役と呼ぶ方々も存在したくらいなのだよ皆の衆。ただね、なでしこのファンの大部分であった、オタク層が毛嫌いしそうなタイプだもんで、当時からして、あんまし人気はなかったのですよ。残念無念冷やそうめん。その愛機は、暁カスタム。通常は、0G 戦フレームの状態を指し、ライバルキャラ専用機なら、全体的に性能が向上した高性能機なのは当然ですな。設定的には、新型エステバリスの実験機をチューンして作られた、暁専用のワンオフ機。故に、この段階では最高クラスのユニットだったのは確かで、専用機だけに、コックピットブロックであるアサルトピットは、専用のものしか使えない点も特徴の一つ。後に、この機体をもとにスーパーエステバリスが開発されるという、いかにも後付けな設定が追加されるのでございやす。そうだっけ？エステバリスといえば、ワイヤレス充電と側交換が可能という、スマホみてえな特性が魅力のロボットですなそうですな。この側の部分は共通でも、
暁カスタムの場合は、エネルギーの受信システムや、その変換システムの性能が向上しているため、従来機よりも高性能を発揮できるという理屈だったのですよ、初見さん。でもね、まあ、なんだ。乗っているキャラもあれですし、ロボットにしても、どう見ても悪役みてえな面構えだもんで、こちらも、当時の人気は今一つの印象だったのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1996年、バンダイさんから、機動戦艦なでしこのプラモデルシリーズの発売が開始される。実に、ガンダムウィングのキットがまだまだ人気で、人気のマスターグレードモデルも、生産ラインが足らないと言われていたご時世。そんな時に、マイナーな番組のロボットをシリーズ化するたー、バンダイさんも粋なことをするもんだと、モデラーからは、喝采を持って迎えられたという。キットの値段は1000円ぽっきり、1997年に発売された HG 仕様のキットだよん。90年代の HG なんて、関節の可動を追求してないキットも多いもんで、とりあえず形になってやいやってくれーの、すだち重視のアバウトさが素敵、素敵すぎ。いわゆる色プラではないもんで、成型色は3色しかなく、色分けもざっくりしている、当時としても普通の出来のキットだったのでございます。その、通り。どちらかといえば、基本的にはすだちで飾り、アサルトピットを他のフレームに換装して楽しむ仕様のキットだったのですよ、おっかさん。当然ながら、シリーズでは、エステバリスのバリエーションしかキット化されておらず、キット内容も、共通ランナーに新規の外装ランナーを加え、ポリパーツである PC110 とエンスと、色分け用のシールで1000円くらいと、当時としてはいい値段だったりした問題。暁カスタムもその仕様は変わらず、武器も、ラピッドライフルが1個と、イミディエットナイフが2本しかついてやせん。関節の可動は、ポーズがかっこよく決まるレベルではなく、各部パーツのモールドも甘めで、当時のキットでは定番の、ポリ製ハンドパーツがついてるために、手から前腕の造形がいやーあんな感じなのだよ、マイルやね。何それ怖い。でもまああれよ、あれですよ。当時は、ガンダムウィング、エンドレスワルツのキットが人気で、人気のマスターグレードも、生産ラインが足りずにいた時代だよ。しかも、バンダイさんがあんなロボット売れるもんかと、スポンサーをしていなかった新世紀エヴァンゲリオンが大ヒット。これに対し、バンダイさんが土地狂って作ったと言われた、リミテッドモデルのエヴァキットも、比例的にもかかわらずヒットを飛ばし、エヴァの上位キットの開発ラッシュだった時期ですよん。そんな時期に、ざっくりした仕様とはいえ、マイナーな作品のキットをシリーズ化してくださるたー、モデラーとしては感謝の言葉しかないですな。すなわち、このキットには、キットを出してくれてバンダイさんありがとうという、感謝の気持ちが詰まっているのよ。これ本当。だもんで、ポリキャップがあちこち露出してるじゃねえかとか、よもすえなことを言うべきではないのでございます。そうだそうだ、そうかもしんない。しかるに、こんなのでもね、なでしこが飯よりも好きなやつには絶賛された名キット。たとえ回収しなくとも、各部のパーツを削ってエッジをシャープにすれば、すんげえかっちょよくなるのは間違いねえ。まあ、俺のダチに関して言えば、目ん玉をギラギラさせながら、パーツを削ってエッジをシャープにしてましたですよ。まあ怖い。ついでに言えば、部屋にはなでしこの女性キャラのポスターが貼ってあり、口のところに穴開けて、グリコのポッキーを挟んで、ポッキーゲームなんてハイレベルなテクをかましやがりましたよ。パないねえ。大神オービンよ、ご賞覧あれ。エヴァの綾波レイで毎日しこっている軟弱なモデラーが多い昨今、このような硬派な男もいたのですかと考えしきり。なのでお礼に、エアブラシで塗装した後の乾燥中のパーツに、道端で積んだタンポポの綿毛をプレゼントして、ダッシュで逃げた当時の俺なのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。ちなみに、関節の可動範囲を広げたいのなら、最近のガンプラの関節を移植した方が早いやね。最近は小型で良好な関節ギミックを持つキットがいくつも出てますんで、適当にチョイスして組み込めば、劇中のポーズくらい簡単に再現できるようになるんじゃないかいな？厄介なのは、薄い型に何を仕込むかなのだけど、乾燥ギミックをオミットして引き出し式の関節を据え付けるか、アルミ線や糸ハンダで強固な関節を作るのが、早くて安くできるのでおすすめ。人によっちゃ、使うマテリアルの品質を揃えたいとか、作っているうちに技術が上がって、最初の頃に回収した部分を見るのが辛い。というか、気持ち悪く思えるのでやり直したいとか、どこぞの漫画家みてえなことを言うやつも出る始末なのだよ、こんちくしょう。実際、制作活動をしているさなか、自分の知らない部分が現出し、作業に影響を及ぼした挙句、いつまで経っても完成に至らないという話は、多くのクリエイターが語っているのよ。まあ怖い。このキットは、出来自体は悪くなく、使
作り込めばかっこよくなるし、パーツの材質も、削れば爽快感を醸す。モデラーが好む材質だと思うのだけどもね。いまいち、肩着の方々からは人気がなかったのが不思議よな。なんつうか、スーパーロボット対戦シリーズにもたびたび登場してるのだけど、ユニットの特性が特殊なんで、短期では戦力にしづらいのがネックとなり、あんまし人気向上には結びつかなかった模様。しかも、スパロボでは、アニメ本編で早々と死んじまう大豪自害こと、山田次郎が優遇されちゃったりしてるもんで、青いエステバリスは、大豪自害というイメージを持っている人もいるのよ。わけわかめ。幸いなことに、今でも中古市場でほぼ定価で買える上、古くなった当時もののキットなんかは、かなり安く入手することも可能だよん。まあ、あればですけどね。動画で使ったキットもそんな代物。動画では再度いじってますけど、パッケージの焼けとタバコ臭がひどかったので500円で売ってましたよ。まあ素敵。なんやかんやで、その値段でも誰も買わずに1年余り、よしよし、うちに来るかね。なんて感じでついつい買っちまったのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、めんどくせー。次回のキットは、これだ。